So Leute, da bin ich wieder, Skyman99 und wieder bei Naruto Storm 3, Full Burst. Wir werden jetzt länger nicht mehr gespielt. Ich habe eben nochmal ein Bild reingeschaut. Ich meine, wir waren gerade mit Killer B auf der Flucht. Naruto hat mit dem Fuchs geredet, dass er ihm irgendeinen Frieden bringen will oder sowas. Ja, jetzt hat mich gerade eben jemanden Skype drauf angesprochen, mit dem ich getilt habe. Ja, wie es da mit Naruto Let's Play aussieht, dachte ich, ach ja, ja, der mache ich jetzt einfach mal wieder ein Part. Auf Minecraft habe ich mich gerade weniger Lust, da werde ich vielleicht heute Abend nochmal aufnehmen, ein Part raushauen oder zwei, je nachdem wie viel Bock ich habe, sind jetzt Ferien. Und ja, sind wir hier. Ich habe meine Einstellung was verändert und das Spiel, wie ich jetzt sehe, scheint wieder flüssig zu laufen. Das letzte Mal war ja alles langsam. Ich habe jetzt mal die Grafikeinstellungen irgendwie jetzt auf 1900 mal 1080 gemacht oder sowas. Sowas ähnliches, also was höher gestellt. Und jetzt wieder Vollbild drin, ne? Hab ich hinbekommen. Jetzt scheint die Quali besser zu sein. ブラザー、お前らを止めに来た。これ以上先へは行かせん。これがキュービのチャクラをコントロールした姿か。やってのけたな、ナルト。 ブラザー、ナルトを行かせてやってくれ。お願い。こいつのことは俺が保証する。大概。何を言っている。お前たちを守る戦いだぞ。お前らが捕まれば。この世界が終わるんだろ。イルカ先生から聞いた。ならなぜ行こうとする。大バカか、お前らは。そのせいで、みんながやられんのは我慢ならねえ。みんなが死んで戦争に勝って、俺だけ生き残ったって。そんなの意味ねえ。 俺は嫌だ。世界が終わるよりマシだ。皆そう思い、お前を守るため犠牲覚悟で戦っている。そのことを知って、自分だけ傷つきもしねえでじっとしていられること、人間できちゃいねえんだよ。死の子の言うな。お前は行かせん。綱手のばあちゃんなら分かってくれるだろ。俺がこの戦争を止めてみせる。行かせてくれ。今は忍び連合の参謀として動いている。 お前を止めるのは連合の意思だ。おかげといえども、私一人が別行動を取るわけにはいかん。<笑>分かった。ばあちゃんの立場上、そりゃ仕方ねえよな。なら無理やり行く。おかげのおっちゃん、早えな。忍びでわしより早いやつはおらん。 四代目火影がいなくなってからな。父ちゃん、知ってるのか。手合わせは幾度としたものだ。あれに勝る忍びはいないとまで思わされる男だった。聞けばあやつはこの葉の三人、ジライアに予言の子、救世主だと言われたそうだな。だが救世主なら、なぜ今この危機的状況でいない。やつはキュービ事件で失敗したからだ。そこからお前は 息子として何も学んでいない。不確定な可能性で物事を語るバカほど。そうなんだよ。父ちゃんを知ってるって語るな。元気な産声と一緒にあなたが生まれた。湊はその時、俺も今日から父親だって泣いたのよ。それからね、 そして、里からマダラとキュービを遠ざけたの。力の全てを使って。強すぎるキュービのチャクラを半分己に封印して、世界の変革、それに伴って起きる災いのこと、マダラのこと、それを止めるのはこの子だと。 全てを、ナルト、あなたに託して死んだの。あなたを信じきって。四代目火影は失敗なんかしてねえ。もしどうしても行くというなら、この場でお前を始末してでも止める。おい、雷影。そうすればキュービ復活まで一時の間時間が稼げる。 敵も計画を先送りせざるを得なくなる。命
命が惜しくないようだな。いい、お前。そういうことなら、八尾の俺が死んでも同じ。そうすりゃ敵の計画とやらも台無し。ナルトが行けるよう、俺の命を通し。B のおっちゃん。お前たち人中力は、己であって己でない存在だ。国のパワーバランスであり、里の力であり、国と里にとって特別な存在だ。お前ら個人の好き勝手にはいかん。立場を理解しろ、大バカどもが。まあそうかもしんねえが、俺は個人としてどうしても捨てきれねえもん持ってる心意気。それをなくしたらただの兵器。つべこべ言うな。お前たちはわしの言うことを聞いていれば。完全に頭に血が昇ってやがるな。今はまともに話を聞いてくれねえぞ。ブラザーを抑える。ハッツァ、力を貸してくれ。派手にやりすぎるなよ。お前らの兄弟喧嘩は規模が半端ねえんだから。青いよ。おっちゃん。大人の俺様、少年ば。少年ナルトは手を出すな。B、貴様このわしに手を挙げるつもりか。俺もナルトも負けやしねえ自信。それが分かってる俺たち自身。いくらへりくつをこねようと、お前たちを自由にはさせん。わしの力を持ってここで止める。力があっても止められねえ意志がある。それを見せるぜ俺様が。Oh, so, da ist jetzt diese Ladezeit jetzt auch mal vor, zu Ende. Nicht Ladezeit, sondern das Gespräch. Ging jetzt auch lang genug. Ich denke, wir kämpfen als B gegen ja, den Hauptkörper. Und da werden wir mal den Pippes verholen. Oh, ist sogar ein Bosskampf. Zwei Sonnen. Schauen wir mal, wie dieser Kampf ausgeht. Man merkt vielleicht, dass ich was müde bin. In den Ferien bin ich immer müde. Ich bleibe lange wach, ich schlafe lange. So wie es sich ja in den Ferien auch gehört. Ja, und es geht schon. Die Hälfte der Ferien sind schon wieder vorbei. Okay. Konstant über 40% wechselt das. Sento Kaishi!決めろぜ、ブラザー。よかろう。バカだ。俺の理想とするラリアットになってない。とっくに理想を超えてるぜ、ブラザー。俺の中に大切なものがある限り絶対に死なない。それがブラザーとのちぎり。
und Load Green Ladeschnecke. Yeah. 10 Minuten geht die Aufnahme schon. Da gucken wir, ob wir noch 10 Minuten draufpacken. Aber ich habe auch auf Facebook wieder eine Umfrage gemacht, was über was ich labern könnte in den Folgen. Aber ich kann nur auf meine Facebook-Seite wieder hinweisen, weil immer wieder die Leute stellen immer Fragen. Ich bin Naruto,父と母、波風湊斗と渦巻クシナカ。しかしお前が生まれてすぐに二人は死んだはずだ。この九尾の力を手に入れる時、父ちゃんはちゃんと母ちゃんに合わせてくれた。九尾の封印を開くと、母ちゃんが俺に会いに来るよ。チャクラを仕込んどいてくれたんだってばよ。俺のために。ミナトね、ただでは死なんと思っていたが、やはり自分の息子のためにそんなことを。そしてこの力をくれた時、母ちゃんが教えてくれたんだ。16年前、父ちゃんには確信したことが二つあるって。確信したことだと？一つは、面をした男が事件の黒幕で、この先必ず災いをもたらすって言ってた。そんで二つ目は、それを止めんのが人中力としてキュービの力をコントロールした俺なんだって。ミナトはお前に全てを託したということか。己が救世主ではなかったと。父ちゃんが自分のことを救世主と思ってたかどうかは分かんない。けど俺の師匠は父ちゃんを予言の子、救世主だと言った。さっき言ったことを覚えているか。その救世主ミナトは死んだ。これを失敗でなかったとお前は言うのか。確かに父ちゃんは死んだ。母ちゃんと一緒にその敵と九尾から木の葉の里を守り抜いて、俺を守り抜いて。ほんの一瞬だったけど、その時に二人が俺にくれた、すっげえいっぱいのもんがやりきれるんだって俺を信じ。やはり、ナルトを生かせる方が忍びの世を守ることになるようだな。ミナトがそう信じたように、私もナルトにかける。俺もだぜ、バカ野郎、この野郎。雷影、お前の判断は。ブラザー、相変わらずの機関棒だ。今度は私も。待ってくれ。
ここは俺一人でやる。雷影のおっちゃんがやろうとしてること俺にはわかる。ナルト、行くぞナルト。Oh, jetzt ein Wetter gegen den Raikage schon wieder. Der muss ja langsam auch mal ausgepowert sein. Mal gucken, wie er sich gegen Naruto schlägt, den wir hoffentlich jetzt spielen. Jupp. Ein bisschen Schaden habe ich schon genommen, wahrscheinlich gegen Killer B den Kampf. Jetzt mal schauen, wie es jetzt läuft. Ah. Naruto gegen Raikage. Versus. Versus. Wo steht eigentlich Versus? Was ist hier? VS steht für Versus. Das heißt Versus nur auf Deutsch. Sento Kaishi! Mal gegen halt. Ich liebe es, wenn die Gegner nicht mehr leben, damit alle ausgeführt werden. Stylisch. Das war ein guter Kampf. Max Jotai de Iku. Ganz stylisch. Das hatten wir an dem anderen. Leikage no otchan no yuu toori, shippai shitara kyuseishu ja naku natchima. Dakara shippai wa shine. Tōchan ga sou shita yō ni. Kyuseishu no tōchan kara mananda yō ni. Washi nari ni tameshite mitakute na. Zenryoku de yarasete moratta. Kono washi no saisoku panchi o kawashita no wa Namikaze Minato に続き、お前で二人目だ。どうやら救世主は生きているようだ。お前の中で。行ってこい。雷影。戻るぞ英雄か。ん？なぜあいつが木の葉において英雄と呼ばれるのか、その理由が少しだけ分かった。そうか。多くの者が散った、多くの灯火が消えた。痛みは世に広がる。黒き意志が天を染める。今だけはただそこに眠り、忍びたちよ休息せよ。日はまた昇る。闇を照らすため、次に火を見るとき、かの者は駆けつけるだろう。太陽の少年は地を走った。
Kapitel 8, zwei Sonnen. Fertig. So, ist lädt. Vielleicht können wir jetzt speichern. Dann haben wir ziemlich genau 20 Minuten, denke ich mir mal. Sonne ist ein Titel. Ich habe so neue Items hinzugefügt. Möchtest du speichern? Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann im nächsten Part.